リーン教官、改めてありがとうございます。教官はずっとこんな私に正面から向き合ってくださってますから、私に何かがあるのに気づきながら7組の生徒の一人として、ラマールでの言葉もこれまでも、それが何よりも嬉しく思っています。そうですね、確かに危機は去りましたが、きっとまだ何も終わっていません。その意味で私には私の果たすべき使命がありますが、7組のミュゼであることは何とか両立させたいと思っています。やってくださいね。